こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、キャットのジュキコレクションのキャットオリジナルボリューム1を紹介したいと思います。はい、ガシャポンですね。おー、じゃじゃーん、アリキン面白い。おー、ガシャポン見つかりました。スタヤで買いました。ジュキコレクションキャットオリジナルボリューム1ですね。おー、ラインナップ全部6種類です。おー、ソーベルカーとかローターカーとブルドーザーがありますね。はい、いいですね。はい、ではこの時に買った VTR あるので、では VTR ご覧ください。じゃじゃーん。おー、はい、ジュキコレクションのオリジナル、キャットオリジナルですね。値段は660円です。はい。おー、何が出とったか。はい、ここには。はい、じゃあ、開けましょうか。おー、開けます。はい、じゃあ、1、2、3。お、何が出たかな。あ、ローターだ。いいですね。はい、おー、ですね、じゃあ、はい、3番の、おー、C の、はい、スキッド、ステアローターです。おー、かっこいいです。いいですね。はい。じゃあ、では、じゃあ、開けましょう。おー、これを、はい、では取り出します。じゃじゃーん。工事現場のあれもあります。かわいい。はい、工事現場の、あの、はい、2つあるです。じゃじゃーん。おー、結構ね、はい、金属でできてます。プラスチックではなくて、おー、とてもいいですね。はい、おー、かっこいい。はい、 272C です。あー、おー、ミニカーですね、完全に。おー、キャット、おー、塗装も綺麗だし、造形も綺麗です。やったー。他もちょっと集めたくなりますね。これ動けるかな。あ、動けます。おー、動かせます。いいですね、これ。おー、おっと、あー、はい、おー、素晴らしい。やった。おー、今日、はい、ジュッキーのコレクションの、はい、ローターです。じゃあ、では今からターンテーブルで展示します。ユキコレクションのキャットオリジナルボリューム1です。おー、いいですね。今回アリキンゲットしたのは、はい、では今からプチジラマで展示します。工事現場のプチジラマです。おー、いましてや、きっとステアローターが働いています。以上です。アリキンチャンでした。今回はキャットのジュキコレクションのキャットオリジナルボリューム1を紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、ガシャポンです。おー、カプセルトイスですね。はい、ジュキコレクションのキャットオリジナルです。で、ラインナップは全部6種類です。おー、いいですね。ソーベルカーとかローターカーとかブルドーザーがありますね。おー、今回アリキンゲットしたのは、はい、3番目の、おー、272C のキャットステアローターです。おー、はい、じゃじゃーん。結構よくできてますよ。あの、プラスチックじゃなくて金属で、合金でできてます。おー、これ動かせます。
造形も塗装も綺麗です。後ろこうなってます。今回はの車体番号は272C ですね。キャット、いいですね。本当によくできてる綺麗なミニカーですあー他のミニカーも揃い集めたくなりますね。あ、特に、すり違いですね。ソベルカーとかブルドーサーが欲しいです。はい、また紹介するかもしれないですね。はい、ということで、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。